はい、皆さんこんにちは、エコドライブの鈴木です。今日はですね、自動運転に関する話をですねしてみたいと思っています。まあ、何の自動運転かっていうとですね、テスラの自動運転になりますと。でついにですね、うちの会社で持ってる、テスラのモデル3っていうモデルがあるんですけどもね、これのですね最新バージョンの自動運転機能ですね、インストールできる順番がですねようやく回ってきたんですね。日本のテスラにはですね完全自動運転というのはついてないんですよ。だから日本では使えない機能なんですね。年末ぐらいにリリースされ始まってるんですよ。で、そのリリースされてからですね、最初はそのテスラの、従業員の方からスタートしてるんですね。で、だんだんと一般的にもインストールできる人が増えてきたんですね。で、この自動運転ってオプション機能なんですよ。だからたとえアメリカで走っているテスラでもですね、その全部のテスラがインストールできるわけじゃないんですね。そのセルフドライビングっていうですね、自動運転に対応したコンピューターになってる必要があって、でそのコンピューターがですね、新車の時のオプションで確か1万8000ドルぐらいだったと思うんですね。コンピューターだけで1万8000ドルってなかなか高いですよね。でその機能の名前はですね FSD ベータっていうんですよ。フルセルフドライビングの略ですね。でこの最新バージョンのですねソフトウェアのアップデート、何がすごいかっていうと AI が搭載されてるんですね。X が開発したのグロックっていう名前でしたっけ、確か。あれですね。で、これまでですねテスラがずっと貯めてきたデータがあるわけですよ。2012年ぐらいから貯めてるはずですよ。で世界中に走ってるテスラ社から、データを取ってってんですよね。でこれまでの旧バージョンっていうのは、あくまでカメラ、8個ついてるんですけどね、その8個のカメラと、あとセンサーと、あとレーダーのみでの自動運転だったんですよ。でそれを今回のバージョンは AI が入ってきてるってことで、すごいねその、テスラコミュニティの間ではですね、ざわざわしたっていう感じだったんですね。でもちろんインストールしましたでね、早速使ってみましたよ。もちろん感想はっていうと、もうねすごかった。はっきり言って旧バージョンよりもですね数倍いいですね。実際これまで自動運転のですねアップデートって何回かあったんですよ。でただもうね正直変わったかどうかわからないレベル。もう言われれば確かにみたいなですね感じるんですけど、でもねほとんどわかんないレベルだったんですね。ただ今回のアップデートはね全然レベルが違いますね。何が違うかっていうと、僕がですね一番感じたのは車線変更のタイミングでしたね。先を見越した車線変更ができるようになってるって感じですかね。結構早め早めに余裕持って車線変えとくみたいな、例えばこの先渋滞してそうだから今のうちから車線変えとこうかなみたいな、これね旧バージョンの時これできなかったんですよね。本当ね曲がる寸前で車線変更するもんだからね、もう無理やり入るとかして結構怖かったんですよね。あとは無駄な動きがなくなったかな。旧バージョンはですね結構頻繁に車線変更してたんですよ。要はその自分のいる車線よりも隣の車線が空いてたらそっちを優先するようにってねプログラムされてたんだと思います。だからその隣の車線が空いた途端もう車線変更みたいな、で今度はまた逆の 車線が空いたらまた車線変更みたいな、またかよみたいな感じで結構思うこと多かったんですよね。あとはフォーストップサインをねしっかり認識できてる。これすごいなと思ったですね。何かっていうと、これは交差点、信号のない交差点があるじゃないですか。で信号のない交差点で、でそこにねこう一時停止の看板があるんですよ。ストップサインっていうんですけど、これがその全部の道についてるんですね。自分のとこにもついてるし、対面の車のとこにもついてるし、左側にもついてるし右側もついてるんですね。でじゃあ誰が優先なのと、誰が一体中に入れるのって言ったら、最初にそこにタッチした人が入れるんですよ。早いもん勝ちなんですね。つまりそうだから、誰が一番最初に、そこにの 線があるんですけど、その線についたのかって、これね見てないといけないんですね。結構それがね意外と大変なんですけども、これねその自動運転ね認識できてました。多分カメラでね見てるんだと思います。結構すごいなと思ったですね。であとは人間の感覚に結構近づいてるなって感じしましたね。何かっていう、そのウインカーを出すタイミングとかってあるじゃないですか。今のうち出しとこうかなとか、車線変更する時とか、その曲がる時とかにですね、あとはそのアクセルワーク
とかブレーキワーク、この辺が結構人間っぽいなっていう感じですかね。結構ね、旧バージョンはその急加速とかね、急ブレーキがちょっとあったんですよ、僕だったらこういう運転しないなっていう感じのやつをですね、ちょっとその本当にまあロボットっぽいっていうか、そういうのが結構あったんですけど、かなり今回はスムーズになったと思います。まあというわけで、かなりですね、あの第一印象としてはすごいな、まあ感動レベルってやつですね。でさらにここからさらに進化していくわけでしょう。これでこの AI 搭載のコンピューターが、例えばですけど、まあ分かりませんけどね、その他のメーカーに搭載されるなんて可能性なくもないんじゃないかと思うんですよね。やっぱテスラほどのデータ持ってる会社なんてメーカーって当然ないし、しかもテスラのこの AI 搭載のコンピューターが他のメーカーに搭載されて、でお互いの車同士がコミュニケーションを取り始めたら、交通事故はまず間違いなくゼロになると思います。でしかも渋滞だって相当緩和されるはず。まあ、これはね本当に夢物語ではなくなってきましたよ。でまだまだですね、僕もそのテスト走行を繰り返して探っていきたいと思っています。一応ですね、エコドライブではこの自動運転を体験できる、車のレンタルっていうのをね行っているので、もし興味あればぜひ予約してみてください。詳細はですね、概要欄に貼っておきます。でこの間もですね、車をですね借りてくれた方ともですね、返却の時に結構熱く語り合ったんですよね。ああでもないこうでもないなんて言ってですね、未来を語り合うって本当楽しいんですよね。でやっぱり体験するとね語れるようになってくるわけですよね。なのでですね、ぜひ皆さんも機会あったら一度使ってみてください。